五色温泉は、北海道蘭越町、及びニセコ町にある温泉。ニセコ温泉郷の一つ。ニセコ五色温泉とも呼ばれる。ニセコアンヌプリや岩尾ヌプリをが安全に望む場所に一致する。五色温泉の由来は、泉質が五種類あるとか、硫黄が混じっているため湯の色が日によって五色に見えるためなどと言われる。滑らかな透明な湯で、肌触りが柔らかい。当時客のほか。 スキー、登山者の利用も多い。ニセコゴ式温泉旅館には、内湯の大浴場と露天風呂の唐松の湯の2箇所がある。陶器悪天候時は道路が封鎖されることがある。神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、疲労回復、慢性消化器病、自室、冷え症、慢性皮膚病、慢性婦人病、切り傷、やけど、 高血圧症、動脈硬化症など。左、五式温泉旅館、右、山の家ニセコアンヌプリと岩尾ヌプリ館のおうちに、ニセコ五式温泉旅館、ニセコさんの家2軒の宿が道を挟んで立つ。共に、内風呂、露天風呂を備え、源泉掛け流しで、日帰り入浴可能である。ニセコ五式温泉旅館の建物の大半は、蘭古市町に位置するが、住所は、 ニセコ町としている。なお、ニセコさんの家は、宿泊業を休止して、日帰り入浴施設にするという改修工事を理由に2016年度を最後に営業していない。ニセコ五式温泉旅館の開業は1930年で、ある。1958年11月1日、厚生省国時代327号により、ニセコ温泉郷の一部として、国民保養温泉地に指定。 ニセコさんの家は、元は国鉄の施設だったが、現在は民間の施設である。ありがとうございます。